にちは、あみです。本日はですね、月曜日にメールに届きました感謝祭メダル2019のモンスターをですね、ちょっと交換していこうかなと思います。で、今回のこの2019のメダルは選択肢が2つですね、ファガンかゼローグなんですけども、いやこれはね、まあ迷ったんだけど迷いました。で、今所持してるのがファガンが2体いますね。で、1個目の普通のベースの武器と、闇ファガン作ってて、でゼローグが1体所持で、インフィニティレイジで、まあ、正直ね、使ってないのよね、インフィニティレイジで。ファガンに関しては、まあ、両方まあまあ使ってるっていうか、まあ、この蜘蛛武器に関しては結構お世話になってます。はい、使ってて、で闇ファガンもイタドリーマヒトとかね、闇パーでたまに使ってるっていう感じですね。他の武器、ファガンの武器はまあ普通に耐性漏れたり HP 漏れたりして強いんですけど、まあどこで使うかな、まあ、使うところはあるけどなんかまあ代用が効きそうな感じもするし、ゼローグがね、まあ、ゼローグも正直本体の使いどころっていうのがなかなか難しいなって思ってるんですけど、これですね、木のゼローグの武器がね結構いいと聞きました。で、覚醒がスキブと、まあ、耐性が漏れて、まあ、HP 強化もあってなんですけど、スキルが10ターンの間落ち込んだし、2ターンの間ダメージ無効を貫通ということで、これはまあ唯一無二だよね。10ターンの間落ち込んだしってなかなかないし、無効貫通もできると。でこれ作ろうかなと思って、なんでゼローグにします。これがね、ちょっと欲しい。まあ今のこの使ってないインフィニティレイジをこっちにするでもいいんだけど、まあ特にファガンの方で今すごい欲しいっていう武器がないので、まあとりあえず一体所持だし、こっちにしようかなと思います。ゼローグね。はい、ということで、まあ取っといてもいいんですけど、私は別にもう交換しちゃおうかなっていう感じなので、ゼローグ交換したいと思います。はい。はい。あ、でってでてってってじゃないんだ。で、進化に必要なのが結構ね大変そうでですね、まず、まあ、木のゼローグコアの奇跡が2つ必要ですね、武器までに。で、まあ、これはね月曜の闘技場なんで取れないと、はい、取れないんですけど、ここブラドラの奇跡がですね今0体なんですよ。持ってなくて、これも取りに行かなきゃいけないから。で、今日ねちょうど水曜なんで、水曜の闘技場ブラドラ出るんで、今日はちょっとこれを周回していこうかな。でこの動画内でねブラドラをちょっとゲットしたい。めっちゃ久々に水曜の闘技場やるんだけど、水曜って確か光ゼローグの奇跡が落ちると思うんだけど、光ゼローグが追加された後から多分やってないんで、そうやってないのよ周回。ちょっともし光ゼローグが出たら勝てるかどうかすらわからないんですけども、とりあえずこのスタミナが尽きるまで、もしくは、ブラドラが落ちるまでやりたいと思います。でもな、言うてね1周4分、早くて4分ぐらいで終わるので、まあまあまあスタミナ的に言うと5周かな、最高で5周内に出てほしい。さあやっていこう。で当時このね闘技場が出た瞬間の私が出してたパーティーとは結構変わってると思うんですけど、多分ねこっちの方が楽だね、うん、当時も頑張って考えてたけど、マーベルループじゃなかった見返したら、やっぱりループがね楽、マーベルループさせた方がね断然楽だと思うので、まあ、光ゼローグが倒せるかは分からない編成ですけど、倒せると思うよ、分かんないけどね。でも硬いって聞いたよゼローグ。はい、立ち回りとか全然紹介してないですけど、まあ見た通りです、見た
通り。で今回、この編集を作るにあたって参考にさせていただいたんですよ、この YouTuber さんをね、他のすごく参考になりました概要欄に貼っとこう、参考にさせていただいた動画、ぜひ見てください。いやー、一発で出ないかな。やっぱ動画エンハンスっていうのはあるよ。動画エンハンスしたい。さあ、10階層っていうのがさ、絶妙に長いよね。その、ほぼほぼワンパンでいけるとはいえ、10階っていう、ちょっといやらしい長さ。絶妙に周回めんどくさい長さ。あるよね。さあ、ここまだ半分だもんだってまだ半分だもん。はい、ここは毒耐性、お邪魔耐性ほぼほぼ積んでないので花火になっちゃう。一旦ね、まあ耐えるんでしのいで、ベノム武器からのマーベル、これの相性抜群だよな、本当に素晴らしい。オッケー、で5回も突破でしょ。はい、そしたら6回、何階層で出てくるか分かんないんだっけ、プラドラって。乱入だったっけ、ちょっと忘れちゃったまたこういうこと言うとさ、あのちゃんと実況者なんだから調べてくださいって言われちゃうけどさ、忘れちゃった。まあいいでしょう、ゆるくやっていこう。はい、7回、いや早いよね、早いと思うよこの編成。このさ三神面さ、性格悪いよね覚醒向こうからのバインド、そう、これのために羽川の後ろにイシシをねつけてもらってますよ。もうサブがねランダムバインドだったんで、どうしてもリーダーでマインド回復しざるを得ないので、羽川イシスです。さあ、8回、乱入してこい。来ないね。これってさ、どんぐらいの確率なんだろうね。本当に。気になる、そういうとこ。いや、でも楽だな、この編成、いいな。ストレスがない。正直その当時出した編成はちょっと疲れる、疲れるというかやっぱループじゃない分さ、光足んないわみたいなこともあるんだけど、いや次ボスじゃね、まあ、ボスで出ることもあるか、ちょっと期待していいですか。はい、さあ来い、ボスでプラドラ、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 あーブラフマブラフマやないかい。はい、ということで2周目いきますけど、ここからはね相当あの喋るけど、喋るけど相当早送りがカットになってると思う。9回まで来た、来ちゃった。ちょっと出る気配がないですね。さあ来い、うらうら、おーザパン。さあ3周目、これ含めてあと3回しか行けないから、ちょっとどうにかして、どうにか出てくれ、お願いします。びっくりしたびっくりした、4回で出た。あー、ここで出る、なるほどね。まだ無効化のスキル溜まってないのにまだ溜まってないですよ。ちょっと
一旦目さ、確かさ、ルーレット生成あれだけとかじゃなかったかな。貢献してみる。あ、そうだよね、当たってました。したらここで完全貫通していこう。はい、どんぐらい削る。あー、なるほど、2回でいけるっていう感じですかね。怖いな、こんな4回とかで来るんだね。ちょっとびっくりしちゃった。不意打ち、不意打ちだよ。暗闇が邪魔だな。そんで重要に削れない。はい、どうでしょう、どうでしょう。はい、半分いった。したらどうしたらいい。待って、ここ何回、4回釣った、分かんなくなっちゃったよ。使えるのはマーベルだけですか。光少な。そしたらちょっとよ、使う順番間違えたけど、ヨグ一回使っちゃってたまんないから、あ、オッケー、こんぐらい光あればいけんじゃないかな。平積みでいきます。どうしよう、負けたら恥ずかしい。意気揚々とやってきて負けたらはずい。いけ、さすがにいけ、さすがにお願いします。さすがに、さすがに大丈夫でした。よしよしよし、あとはゴールするだけ。いや、でもこれで光ゼローグが出た場合負ける可能性が全然あるっていう。無事にお願いします。普通のボス、普通のボスにして。あー、よかったー、よかったです、クリア。ということで、ブラドラをゲットしたので、あとはゼローグ、キゼローグの奇跡を月曜の闘技場でね、周回して2つゲットしようと思います。いや、相当ちょっとスタミナ使っちゃう案件だと思うけど頑張ります。ということで、本日はメダル交換でゼローグをゲットいたしました。皆さんどっちにしたか、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。